北上市内には130の民族芸能の団体がありますが、この数はもちろん岩手県内第1位の伝承数です。その4割以上の57団体が神楽の団体でございまして、まあ、それらは全て、修験道の山伏たちが伝えたものです。さらに神楽の中で最も数が多いのが大乗神楽の31団体、次いで早知念神楽の22団体となっているんですけれども、この2つの種類の神楽は一体どんな違いがあるんでしょうか。簡単に言いますと、早知念神楽は神様に近く、大乗神楽は仏様に近いお神楽と言えるのかもしれません。まあこの2つの神楽、持ち物や装束をちょっと比較しますと、大乗神楽の方は袈裟を着て尺状を持って踊るんですけれども、早知念神楽の方は袈裟は着ませんし、尺状の代わりにこちらは鈴を持って踊ります。まあこの大乗神楽の基本的な考え方っていうのをちょっとご紹介しますと、これはもうさっきからも何度もお話ししてますが、修験道の考え方そのものなんですね。つまり日本の神々というのは仏教の仏や菩薩がその姿を変えて現れたものという捉え方をいたします。まあ、ですから神様の、言ってみればそのさらに上に仏様がいらっしゃるという捉え方なわけです。この考え方が災いしまして、修験道の場合は明治5年に廃止になってしまいます。そういう難しいお話はちょっとこの際置いといて、この後の皆さんには踊りをまずご覧いただこうと思いますが、この後は祝大乗神楽の皆さんに待っていただきます。大変動きの激しい荒舞の中から消息という演目です。ではお願いしましょう。